はい、本日が9月16日月曜日、ただいまのお時間は、7時を回るでしょうか、はい。本日のお相手は私佐藤博之と制作部の中村雄一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、はい、台風何号でしたっけね。台風が何号でしたっけね。関東を上陸するかもしれないと言っていましたけれども、はい、もう過ぎましたね。そうですね、はい、ね。でも昨日の夜からの大雨で、はい、今朝も稽古場もしかしたら来れないんじゃないかと思いながらやってましたけど、うん、出た時にね、僕もう風がすごくて、はいはい、傘が役に立たない感じです、うん、大丈夫でした？僕もね、雨はそれほどでもなかったんだけど、やっぱ風が強いからっていう、はい、風が危ないなと思って、うん、傘ね飛ばされてね、うん、車の方行ったりとかしたら危ないんで、うん、今もねその稽古が終わって、はいはい、荷積み今してたんですけど、うん、風がね、うん、なんといっても強くて、はい、パネルとか運ぶんですよ、こうでっかい、はいはいはい、それがね風に煽られるっていう、うん、危険な作業。あれパネル怖いよね、風強いとね。だから、うん、風の力ってこんななんだなって思いますよね、うんうんうん、そのよくその水圧とかも思ったりするんですけど、はいはい、よく秋からねクシュッと滑れるとか、うん、すごいなと思って、うん、前に調べたらその、ね、普通の空気圧も1センチあたり1キロかかってるんですよね、はいはい、うん、1気圧で1気圧でっつって、はい、そんなにかかってんの、うん、と思ってびっくりしました。でも中の空気もあるから大丈夫みたいなことを聞いて、うん、あんまりそのおっしゃってる感ないじゃないですか。そうだよね、うん、皮膚って大丈夫なんですかね、こうギュッてやられてでも、まあ、その感じがね僕もよく分かんないけど、はい、でもだからこう真空中にいきなりいると、あ、人はパーンって、うん、行っちゃうっていう、ね、なるほどね、うん、じゃあ外が真空だとまずいってことですよ ね、 ね、うん、そういうなんか別に今現実説明やってるから悪いってわけじゃないですけど理科の授業ってわけじゃないんですけどそういうのね、そういうの疑問を持つのは僕多いんですよ、はいはい、日頃からなんでこうなんだろうなとかね、うんうん、まあでもさ、そういうの調べるのも便利になったよね。いや本当に今、うん、スマートフォンで何でも調べられるじゃないですか、ね、うんうん、いいのか悪いのかちょっとわからないですけどね。ね、百科事典とかも全然そういうの、百科事典業界が大変らしいですね。そうだよね、今売れなくて、うん、どんどんそのね、うん、廃刊というか廃盤になってるところもあるらしくて、うん、あれ大変なんですよね、その編集するのは。そりゃそうでしょう、だって構成とかもすごいでしょ。すごい大変なんですよ、うん、うちはこのでっかい日本語大辞典っていうのが、はいはいはい、何センチですか、これ何センチぐらいですか、15センチぐらい、うん、20センチぐらいかな、うん、ぐらいの辞書がボーンって1個あって、はいはい、分からないことがあったらこれで調べなさい、まず調べなさいって言われて、うん、それでも分からなかったら聞いていきなさいっていうふうに教えられたから、はい、家でずっと辞書調べてました、うん、僕ちっちゃい頃。まあ昔はね、そうですね、うん、なんか百科事典とかそういうの結構家にありましたよ、どの家庭に。でも今の子供はほらパソコンで調べられるでしょ、うん、それが合ってるかどうかって分かんないじゃないですか。そうなんだよね、うん、だからちゃんとした情報を得ているのかなっていう、うん、なんかそういう懸念があるんですけどね、うん、僕も今簡単に調べて、はいはい、Wikipedia とかの内容とか言ったりしちゃうんですけど、うん、あんな感じでちゃんと調べないとダメだなって。そうですね、思いますよね。結構間違ってるらしいですからね。そうなんですよ、うん、本人がね訂正してるけど、何でしたっけ、本人とが確認取れないからダメですみたいなことがあったりして、はいはい、それかわいそうだなと思った。注釈みたいなね。そうそうそう、そうなんです、うん、まあ、皆さんも、はい、なんか情報に踊らされないようにしっかりとした情報を、はい、取ってください。はい、これからお伝えする情報はしっかりした情報でございますので、はい、よろしくお願いします、はい。キャラメルボックス2013オータムカーニバル、ケンジ先生、こちらがですね9月20日金曜日から25日水曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されますと。はい、こちらは今どんな状況でしょうか。はい、今のところまず全ステージご予約いただけます。はい、比較的混み合っているステージが、日曜日、9月22日日曜日、この日は3回、ステージがあるのですが、1本目と、2本目ですね、12時開演のステージと15時開演のステージ、はいはい、その次が土曜日、前日土曜日、21日土曜日、15時の回と、それにつられてでしょうか、18時の方も比較的混み合ってきてまいりました。なるほど。はい、他のステージはまだ1階のお席でご覧いただけるかと思います。はい、はい、これ12時からやるんですね。そうなんですよ、びっくりしますね。はい、あれ12時がどっちでしたっけ。どんぐりです。あら、私です。あらら、12時から芝居なんて僕はしたことないって前も言ったような気がする。ハーフの時、広くてかなんかの時にあったんでしたっけ。あったかな、どうだったかな、なんかあってそれ言ったような気がするんですけど、でもそれは僕じゃないからって言ったような気もするんですけど、はい、僕12時から本番やったことあるかな。
ね、うん、なかなか新鮮な僕の中では感じですね。1時はねよくありますけど、ね、うん、12時前の日早く出ないとダメですね。なんかね多分ね、見てる人は、この人何言ってんだろうって思うと思ってる。あ、そうですよね。なかなかね、1時も12時も変わんないじゃんって、うん、まあまあそうなんですけど、お昼じゃないですか、まあ、そうですよね、思うと思うんですけど、うん、結構12時って早いんですよ。そうなんですよ、体がねこう起きるには結構早いんですよ。だから何時間前に起きて、うん、体を起こして、脳を起こしてって、うん、声を起こしてってやらなきゃいけないから、うん、1時だから10時に起きて1時に、ね、うん、10時に起きて11時に出て12時間に合わせてるわけ世界じゃないんですね、うん、もっと早く起きなきゃいけないんです。そうです、うん、はい、でもそう考えたらオリンピック選手とかね、うん、朝から競技する人とかって結構早い時間からね、すごいですね、やったりしますからね。マラソンとかも何時に起きて準備してんだろうと思いますね、うん、まあほら特にうちの場合はあの、はい、夜6時開演とか7時開演が多いから、そうなんですよ、うん、長くやってるとなんかやっぱそこにピークが来るようになっちゃうじゃないですか、体が。そうですね、うん、その夕方以降に元気が出る体になってます ね、うん、なんかねダメな感じで、ダメです、かなりダメですよ、うん、本当にみんながだから仕事から帰る時にやっと元気が出てくるみたいな、ね、うん、ね、あの頑張ってやりますので、はい、よろしく、あのよろしくお願いします、はいはい、というわけで続きます。次はこちら、はい、キャラメルボックス2013クリスマスツアーウルトラマリンブルークリスマス、はい、こちらがですね、神戸公演が11月17日日曜日から24日日曜日まで新神戸オリエンタル劇場で上演されます、はい、続きましては新潟公演です。新潟公演は11月29日金曜日と30日土曜日にリュートピア新潟市民芸術文化会館劇場で行われます、はい、で最後は東京公演です。東京公演は12月5日木曜日から25日水曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されますと、はい、前売りは始まってますね。あ、まだか、まだですね、前売りが9月22日、はい、日曜日、ケンジ先生の本番中に前売りが始まります。本番中だ、はい、もう今週、来週、そうですね、次の日曜日から、はい、始まりますね。ぼーっとしてるとまた新しいのが始まるんですね。始まってしまいます。なるほど、今、はい、先行予約が終わったぐらいですか。そうですね、サポーターズクラブ向けの先行予約が全て終わって、うんうん、あとはあのメルマガ会員ですとか、はい、そういったところ向けの先行予約が明日からかな始まります、はい、なるほど、はい、じゃあもう続々と新しい予約が入ってるかと思いますけれども、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、続きましてこちら、ネビュラプロジェクトプロデュースショーシャンクの空に、こちらがですね東京公演が11月2日土曜日から10日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます、ここからですね、地方公演というか、はい、ありますね、大阪公演が11月16日土曜日から18日月曜日までサンケイホールブリーゼで、福岡公演が11月23日土曜日と24日日曜日に、キャナルシティ劇場で、名古屋公演が11月29日金曜日から12月1日日曜日まで名鉄ホールで、最後松本公演が12月4日水曜日に松本市民芸術会館芸術館主ホールでそれぞれ行われますということですね、はい、たくさんします。やりますね、はい、かぶってますね。そうなんですよ、ね、微妙にかぶってますね。かぶります、はい、ん、うん、あ、地方神戸公演と大阪公演がかぶってるんですね、うん、そうなんですよ。これ両方見れたりじゃあするかもしれないことですね。あ、東京から行かれる方とかはもしかしたら、ね、うん、ぜひ両方見ていただきたいなと思いますけれども、はい、キャラメルボックスからは畑中智之と、はい、筒井俊作が出演しますと、はい、どんな役をやるのか、ね、楽しみですね、うん、本当にいや食いちらしだ、うん、すごい方ばかりですからね、はい、本当ですよね、出演者とか ね、うん、僕こんな中に入ったら緊張しちゃうだろうな普段緊張しいですからね、うん、でも意外と役者さんで緊張しいな人多いですよね。ああ、うん、はい、そうですよ。で結構聞いてみると、はい、なんかどっしりしていいですね、うん、人にバクバクしてる緊張昔小堺一樹さんが、はい、その金ちゃんに言われたことらしくて、うん、緊張しない人はダメだと、うん、その緊張を利用して本番やらないと、本番に緊張なしで上がるような人はなんだろう、芸人というかエンターテイナーとしては認めないみたいな感じで言ってましたよ。いい緊張感の中でやるものがいいと、はい、完全にリラックスしてやっちゃダメみたいなことを言ってましたけどねそんな風にして僕も臨みたいと思いますけども、はい、続きまして岡田達也出演劇団シカゴルシ10年前公演無給電車、はい、こちらがですね9月27日金曜日から、10月14日月曜日祝日まで青山円形劇場で上演されます、関西公演が
10月18日金曜日から21日月曜日までアイホールでそれぞれ行われるということですね。はい、はい、こちら間もなくもう来週再来週来週の27が、ね、金曜日から始まるということですね、はい、結構長いんですよね。1月とは言わないけど3週間ぐらい、はい、もうなんかちょいちょいなんか売り切れてるステージが出てるって言ってましたね。みたいですね。5日と6日とかだったのがなんか言ってましたね、うんはい、うん、そこら辺もあの混み合っているステージがございますので、はい、ぜひ岡田達也を見たい、近頃賞を見たいという方はですね、はい、お早めにご予約の方をお願いいたします。お願いします。最後こちら大森美希子出演短い演劇推進委員会ハックルベリーにさよならを、こちらがですね12月24日火曜日から28日土曜日まで中野の劇場ももで行われますと、はい、キャラメルボックスの代表作ハックルベリーにさよならを、はい、音楽劇にしてしまおうという、はい、その、演出音楽監督が、劇団新幹線の右近健一さんという、はい、ちょっと楽しみ、これもすごい楽しみですね。ですね。クリスマスのご予定、あのぜひキャラメルボックスも来ていただきたいんですけども、こちらの方もぜひ、はい、キャラメルボックス25までやってるんだよね。26からちょっとじゃない、ね、うん、こちらにシフトしていただいてそんな、でも25日の夜も多分見られますね。あ、はい、25日が、はいはい、これ12時から、あ、14時からなんでね、はい、はい、2時からやってますんで、見れますんで、ぜひぜひこちらの方もよろしくお願いいたします。そんな感じでね、今日あの健二先生の稽古が全て終了いたしまして、はい、終了しました、はい、投資稽古も終わりまして、ヘロヘロですよ、なんか時間はですね、だいたい1時間半ぐらいを予定しております。はい。前説込み35分ぐらい、ね。そうですね。はい。はい、まあどんぐりと山猫チームでチームネットちょっとだけタイムが違うんですけど、基本的には1時間半、はい、前説入れて1時間35分ぐらい、はい、目安にしてちょっとやっておりますので、うん、1時間半の芝にしてはですね、やったら体力を使うんですよ。今回よく動いてるよね。そうなんですよ。うん、よく動きよく喋りっていう感じで、うん、こんなお芝居だったのかなと思いながらも、もう年もあるんですかね。疲れがね取れないんですよね。あ、翌日に残るというかね。はいはい、うん、もう無人も見せませんよそんなの。もう涼しい顔しちゃってますけども、ね、うん、はい、もちろん舞台上ではもうそんなことは微塵も感じさせませんけれども、うん、なかなかこういろんなところの筋肉がね悲鳴を上げるっていうね。でもちょっとそれも楽しいんですよね、うん、やっぱりなんか部活をやってる頃を思い出すというか ね、うん、やっぱなんでしょう、中学生の時って僕ちょっと筋肉痛が好きだったりしたんだよね。あ、筋肉痛になってるみたいな、鍛えられてる、そうそう、ちょっと過程だとやってるなみたいなのがあったりするんでまあそこを楽しむ芝居じゃないんですけど、はい、まあお芝居はもちろんのこと歌あり、はい、パフォーマンスあり、殺陣ありという、まあ盛りだくさん、1時間半でよくこれだけやってるなという感じのお芝居になっておりますので、うん、ぜひぜひよかったら劇場まで遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。というわけでお時間となりました、はい、来週は僕月曜日どうなんでしょうね。どうなんですかね、できんのかな、まあ、ちょっと来週月曜日にできたらいいなと思っております。はい、こちらの放送は来週月曜日に更新される予定です。はい、それでは皆さんまた来週、バッハッハー。はい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです。はい、さてさて終わりましたよ稽古が。はい、いやみんな汗だくでね、うん、もう特に辻さんなんかとんでもない状態なんですよまあ、安倍ジョージもしっかり、まあ、僕も結構書いてるんですけど今回はね、途中で着替えられないかなと思っててね、よく、また大手龍馬入ったとか、はいはいはい、風を継ぐものとかだったりとか、はいはいはい、あと他の汗かく芝居だったり、うん、途中で着替えたりするんですよ、うん、汗を取り、うん、今回はそういう時間がないかなっていう、そうだね、はけることはあるけど、うん、でも割とまたすぐ、そうですね、出てくるね、そうそうそう、うん、だからねちょっと皆さんに言っときますけれども、はい、今回ですね、アンドロイドが出てきます。はい、アンドロイドは知らない人もあるかもしれないですが、うん、アンドロイドも、はい、なぜか汗っぽいものを描いてますけど、はい、それ汗ではなくて、はい、なんかこうオイル的な、オイル的なものとか、オイル的なものが出てきてると解釈してください。はい、はい、アンドロイド汗かきませんから、かきませんからね、はい、はい、アンドロイドが汗っぽいものを描いてるけれども、はい、それは気にしないで、はい、
オイルとか結露とかそういう感じですね。そう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 いう風に思ったら中が熱いからね、いいこと言いますね、結露という感じでやってください。特にアンドロイドが一番汗かいてるっぽい感じそういうことがありますのでお気をつけください、はい、まあどんぐりと山猫両方やってみて、ミックスも投資稽古ミックスでやったんですよ。いやね、大変でした。うん、なんか名前が出てこないんですよ。え、一瞬あ、顔が違うから。顔は違うんですよ。役は一緒なんですけど顔が違うんですよ。同じ名前言えばいいのに、そう、顔が違うと思っちゃう。誰だっけと思って一瞬。なるほどね。まあ詰まるほどはいかないんですけど一瞬脳がね、はいはい、うん、ギュンなんだ、あれって。変わらない人もいるんですよ。ミックスキャスト見てみれば分かるんですけど、うん、あれ、ここは変わらないけどここは変わるってなると一瞬なんかね、グワンってなる。なるほど、うん、でもまあ楽しい試みですよね。よくその、うん、キャラメルボックスの公演とかダブルでやっても、うん、こっちチームで見たかったっていう人も、うん、なんかこれの人がこっちだったらどうだったんだろうって思う人もね、中にはいらっしゃると思いますので、うん、今回はそういうなんていうんですかね、お客さんの見どころを増やすという意味ではミックスキャストというのは面白いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、ね、なかなか当日大慌てしないかなと思ってドキドキしますよ。どうなるんだろうね。昨日までやってきたことがね、うん、芝居は基本的に流れ一緒なんですけどね、うん、人が違うっていうのがね、本番は怖いですよね、うん、なんか初日以上の緊張感がありそうだね。あるでしょうね、多分、うん、僕ミックスキャストの2番目なんですよ。はいはい。でミックスキャストは1番目からやるんですよ、うん、その1番目の本番見た後で僕余計に緊張感が高まるかもしれませんね。だよね。そう、僕人の見ると緊張しちゃうんだよ な、 なんか最初にやっちゃう方が好きなんです。はいはい、うん、前に銀河戦慄やった時も、うん、僕らのチームが3番目下だったんですけど、はい、緊張しましてね、うん、投資稽古あまりの緊張に吐きそうになりました、ね、こんなに緊張したの初め、一番緊張しました。あ、それはどんな主役とかやるよりもなんであんな緊張したんだろうと思うぐらい、普段投資稽古って最初にやるもんなんですよ、まあ、ハーフでも2番目とか。あ、はいはい、うん、3番目にやることはやっぱないですから、うん、1個やって2個やって次ってのはやっぱりドキドキしましたね、うん。ハーフだとね、その普通のハーフだったらまた作品も別物だったりするからあれだけど、ね、同じ作品をやった後にやるっていうのがね、うん、ちょっと怖いもんですよ、うん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 、なかなかこうどう伝えていくかね、難しいんですけど、皆さんそういう経験ねあんまないとは思うんですけど、うんうんうん、同じことをやるっていうのがなかなかねドキドキします、うん、はい。まあそんなミックスキャストもありますし、両方見れるのが日曜日、うん、土曜日見れますので、はい、この日に今集中してるみたいですけれども、そうですね、どの日も、はい、ちゃんとした面白いお芝居をお届けしたいと思いますので、ケンジ先生を見たことがある方も、はい、見たことない方もぜひぜひ劇場まで遊びに来ていただけたらありがたいなと思っております、はい、というわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日火曜日には更新される予定です、はい、それでは皆さんまた来週さようなら。